君たち。ということで、なんだここは。今回の企画は、はい、15分サバイバルと。おお、お前すげえ高い。今君たちは落ちたら死ぬ高さの上に閉じ込められている。本当だよね。本当かな。おお、危ない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 。バカやろ、バカ、どうしろ、気をつけてくれよ。危ない危ない危ない。今から指定されるアイテムを一人、はい、チャレンジャー代表者が下に降りて時間内に取って戻ってくるというシンプルなルール。まあ確かにシンプルだね、それはね。借り物競争的なね。うん、で、はいはいはい、今回お題は全部で4つ。イオキオ、大原、タイタイにそれぞれ1人ずつ。に1個、うん、そして4つ目は3人帰宅部3人に対してお題を1つ出す。なるほどね、はい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 。でこの4つのお題をトータル15分でクリアしなければならない。マジか、帰宅部も込みでか。じゃあなんか簡単なねお題に時間食ってたら最後クリアできなさそうだね。確かに水に浸かるとかないかな。その15分の制限時間をチャレンジャーがお題を示された時に自分なら何分で取って帰ってこれるというのを予想してイメージして先に宣言しなければならない。なるほどね、宣言するんだ。はい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 、はい、例えばこの下で土を取ってくるというお題が出された場合、はい、ここのゲートが開いて飛び降りて、はい、自分ならまあ30秒あればいけるかなと、はあはあ、持った場合は30秒と先に宣言をした。なるほどね。そして飛び降りて30秒以内に帰ってくればクリア。しかし、はいはい、その宣言した時間を過ぎるとこの扉が閉ざされその人は死んでしまう。なるほど、そういうことか。死んでしまったら脱落となり天の声になる。あ、なるほど、分かりました。攻めすぎるとっていうね。ただし3分、土を取ってくるのに3分と宣言して30秒で帰ってきた場合は3分、はい、15分からマイナスされてしまうので。なるほど、自分の実力を課題も過小評価もせずちょうどいい時間を宣言してぴったりに帰ってくるのがこのゲームの攻略の鍵だ。なるほど、分かりました、ね、はい、早速、まあ、じゃあ順番だけ決めちゃった方がいいかもね。もうお題はランダムだからさ。じゃあ一旦これは救急さん毒味じゃないですか。俺言ってくる。いや確かに3番目でめっちゃ時間食っちゃったら最後3人のお題がクリアできない可能性が出てきちゃうから。まあ一回様子見キヨキヨ言っていいですか。そしたらちょっとお願いできますか先生。行ってまいります。まず何分使うかっていうのはもう大事だから、まあ時間イコール命ってことだよね。かっこいい子、タッグ組じゃない。タイムイズマネーだよ。タイムイズマネーだよ。オッケーや。なんで、では、一人目はキヨキヨということで。キヨキヨでいきます。はい、では、1から5の中で、うん、好きな数字を選んでください。うわ、1から5。そうですね。2でお願いします。2番。決まりました。では、2番のアイテム、こちらです。何？牛ステーキ焼き。うわ、むずくね。待って、むずくね。だろうな、ほんま。いや、むずくはないんだけど、秒数が大…秒数を今から述べるんですよね、私が。自分がいけると思う時間を宣言してます。これ今さ、地上って見ていいんだよね。はい、はい、どこに牛がいるかっていうのも今、見てもらって。お、下にいてくれよ、お、下に全然いるよ。牛いるか、この世界。いや、いる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 。どこいる？サバンナ、サバンナの方に行こう。サバンナの奥。ババあーいるわ、うん、あーいるな。まあ原木取って、ま、石取って。いや、来るのはいいのかな。まあ火打ち石は多分ね、コスパ悪い。いや、それちょっとだるいから、もうかまどで行っちゃいますよ。火打ち石だろうな、鉄ないといけんから。かまどでいいっすよね、まあ、村にあれば、うん、そうだね。まあ村になんか、まあ、村見えてんだよ、ちょっと。まあ、慣れ早で外で行くんだったら、木切って、木切ってちょっと戻って、あの石を8個と、木のずる橋で石8個取って、 あそこね、もうかまど作っちゃって、牛やって、牛ぶん殴って、焼いて戻ってくる。焼いて戻ってくる。いや、これ結構だぞ。で、俺らのライフポイントは残り15分でしょ、うん、ここでさ安全に行くならさ、
4分とか言いたいんだけど無理や。4分は言いたいね。でも4分かかりすぎじゃね？まあ、いや俺そんぐらいかかるかもしれない。まあ、もうそんなもんか。まあ3分いや3分だと死ぬ可能性あるよね。脱落する可能性あるよね。ちょっとある。あとは俺たちに任せろ。かっこいい。頑張って。最悪俺あの1秒って宣言してそこで死ぬから大丈夫。残り時間全部手で。やばいやばい。じゃあ男や。ゲームマスター。はい。4分でお願いいたします。よし行ってから結果。終わります。ガチで集中やんこれ。うん。頑張れよ。オッケー行ってくるわ。行ってくるわ。上からアドバイスするのは OK。見てるぞ俺はずっと。ああ。上から指示は OK です。あ、上から指示 OK。うん、OK 了解です。では順番よろしい。はい、OK です。ゲートが相手から4分間になります。これジャンプすんの俺飛び降りて、なんでここ水に飛び降りないと大幅な時間ロスになりますので。なんだよそれ水に飛び降りんのかスタートなんかやべえ。バンジーからスタートや。お願いします。さあうわ出た。3、2、1スタート。スタート。来た。なんで水まずこれな。まずこれな。危ねえ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 。マジで危ねえ。じゃあまずは木を取ります。木をよし、あそこの木をちょっとめがけて。あーでここあーやってんね。ここら辺にね、あーもうあの石はたくさんあるわ。オッケーオッケーオッケー。そこら辺にね牛いたんだけどさっきいなくなっちゃった。あマジで。この木が今ね行ってる木のあたりにいたんだけど。あマジか。オッケーオッケーオッケー。まあまあちょっとまあ4分も取らせていただいたんでね。はい、よしこれでまあまあ3つぐらいでいいかな。ちょっとあの多く取りすぎてもちょっとやばいから。まあ作業台もどうせ必要だからね。まあまあ確かにね。うわこれ焦る。これめちゃくちゃ焦る。なんだこれ。でもちょっと RTA やっててよかったよ俺。おいいね。うん本当に。まあこれ作って、あとはあやべ、つらしつらし、やべやべやべ、つらしつらしつらし、あぶないつらし、あぶないあぶない。これ大事だから。これちょっと大丈夫か俺で。つらし作って OK。 あでも結構4分は余裕かも。時間取りすぎたかもね。あの1分経過。お1分経過か。オッケーオッケーオッケー。いやでも4分はちょっともったいなかった感あるな。これそれで言うと、ま、コントロール台が何来るかわからんからな。で、ね、牛だよね。牛だよね。牛まっすぐまっすぐずっとまっすぐ行って、まっすぐ行ったらある。まっすぐまっすぐ行ったら、まっすぐ行って、右右右右右どっちやねん。右右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 。オッケーオッケー。取った取った。牛肉だよね。オッケーオッケーオッケー。そうそう。で焼いて、ここでかまどオンラインさせていただいて、かまどに、はい、肉いかしていただいて、じゃあもうオープンで、はいはい、オッケー。1枚だよね。1枚だよね。2枚1枚1枚1枚。オッケーオッケーオッケー。オッケー。うわ4分取りすぎたな。ちょっとビビりすぎた。なってない。オッケー。これでハイステーキ。待って1枚だね。牛ステーキ焼き。オッケーオッケーオッケー。じゃあ戻ってきます。戻るだけ。もうあとは戻るだけよ。あとで戻る時間もでも考えなくちゃいけないから、そうだね。2分経過。ああでもこれで2分か。半分ぐらいだね。まあ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 。3分にしとけばよかったな。いやでも悪くはないんじゃない。うん、うん、さあそしてこちらに、こちらの部屋に入れば、ほらおーおー来た来た。おい牛ステーキ持ってまいりました。おかえりなさい。いやおめでとうございます。ありがとうございます。それではただいま4分消費しましたので、いやちょっとごめんだわ。残り11分となりました。ちょっと消費しすぎたね俺。いやでもこんなもんじゃないの。こんなもん。うん、3分か4分かだったから、まあまあいいけどね、うん、じゃあ続いて はい、どちら行きますかお二方。どうする。俺行くじゃん。行くじゃん。じゃあ俺行きます。大体先生。はい、大体先生頑張れ。応援してます。では1から5で、はい、まあ、2以外のもの、1、3、4、5から1つ好きな数字を選んでください。じゃあ相手の4。4。勝ち込まれた。4個生まれたからね俺は。はい、4番のアイテムこちらになります。なんだ。いや待って、運じゃんこれ。うわこれむずい。やべえ、リンゴか。おお、なるほど。これめっちゃむずいぞ。村のチェストワンちゃん。ああ、村のチェストか、まあ、巨木あるわ。そこに巨木あるな。あの巨木って、まあ、いい切り倒せば、まあ、まあ倒さなくても普通に木素手で葉っぱ壊してもらって。うん、そうだ、ね、葉っぱ壊した同時にリンゴ出る可能性もあるってことだね。あるある。これはねだいぶむずいね。
結構、まあ、これ多分長い時間取りたい可能性もあるよね。でも出ない時は出ないからこれ、まあ、そうだ。だったらせめて、うん、こうファインプレーをねした方がいい気がするけど。なるほど、男大体、男大体、うん、なるほど。つまり何分いきますか。3分でいくかな。じゃあ俺マジ、ま、攻めるね。いや結構、いや俺えやばい。4 3.5 3分30秒。あ、じゃあ3、じゃあまあまあ、じゃあ3分手が決めろ。3分でいくぜ。うわマジで、かしこまりました。俺がいなくなったらちょっとよろしくな。いや俺絶対にいける大体だな。でははい参ります。いってらっしゃい。チェストにやる。頼むマジで頼む。3、2、1。さあ、邪魔だ邪魔だ、まず水頑張れ水。おい GM 邪魔だぞ。さあタイタイ選手、そのことでスローつけられるぞ。タイタイ選手これ狙いは村近い。いや村っすね、まず村の狙いは村と、うん、なるほどなるほどなるほど。で描写が低くて俺は村がそんなに見えてないが、確かに俺もね手前しか見えない、手前のね2個の家しか見えてないんだよね。いやこの塔のねてっぺんにチェストがあるんだけど、砂漠の村。さあ頑張れ、まあワンチャンかけてって感じ。もう俺らはチャンクで見れてない、遠すぎて。見えてない。いや頑張れかな。頼むぜ相田さん、頼む。いやサボテンとかパンだけだった気すんな。いや、ね、リンゴたまにある気するけどな。俺砂漠の村でリンゴってあんま見ないイメージだけど、ね、どうなんだろうな。なるほど。正直自信はない。これは木を取った方がいいのか。1分経過か。おっとない。じゃあこれ破壊だな。これ多分葉っぱ破壊、葉っぱ破壊、葉っぱ破壊の呼吸するしかねえなこれ。戻る時間もあるから急げよ。そう、戻る時間40秒ぐらい取っときたいね。そうだね。さあ耐えたよ、チャンクできた。起きた。あれ、アカシアのさ葉っぱって取って出るっけ。開けないか、オークか。アカシアは出んな。オーク、オーク、あっちのオークの、はい、何巨木があったからさっき、それ取ろうか。はい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 、巨木のドロップ率えぐい高いから。なるほどね、うん、確か。オッケーオッケー、その目の前直進、まあそうね、あったあった、そっちオッケー。さあ残りが多分もうすぐ2分経過ぐらいか。いや運ゲーだなマジで。あとはいやもう一発で出せもう勝つよ。確かに確かに可能性はあるよね。頼む。いやない、2分経過。やばいかもしれない。あと20秒30秒出したい。ただ近いから大体。頼む大体帰ってこい。リンゴちょっと出してくれ。うわー頼むよ。リンゴが出ない。やばいって。いや諦めるな大体。まだだ、まだいける。まあ頼む。まだいける。大体いい。 0.5% の確率で出るらしい。頑張ってくれ。なるほど。 0.5? え 0.5 か。あ落ちた落ちた。早く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 戻ってこい。30秒前。マジで30秒前。さあどうだ、戻ってこれるか。遠い遠い遠い。いやいけるいけるいける。そこ直進でいける。そう大丈夫か。何秒何秒。15秒前。あーーやったー。英雄だよ。ありがとう。あんたいいよ。ありがとう。あんたいいよ。よく見つけたな。ファインプレーすぎるぜ大体。持ってたわ、持ってた持ってた。やっぱファインプレーだよそれ。ありがとうございます、ただいま。やべえ、お疲れ。マジでファインプレーだ、マジで。やべえ、びっくりした。かっこよすぎる、奇跡のリンゴ。奇跡のリンゴです。出す。では、今、4分、3分消費しましたので、はい、残りが8分となりました。めっちゃある。まあまあ、結構あるな。この8分の中で、大原面チャレンジと帰宅部チャレンジの2個のお題。うんうん、あ、なるほど、まだあるのか。そうか、はい、8分使うより満々でいたなるほどね。そっか、では1、3、5の中から好きな番号を選んでください。だいたい大原どこ行くよ。大原頼むよ。じゃあ真ん中の3で。お、いいね。3番きた。3番のアイテムこちらになります。何ですか。
え、おお、なるほどなるほど。これはこれはまあ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 、そっか、いけるぞこれ。簡単じゃないですか。1分半ぐらいでいけるぞこれ。今回はシャベル、ツルハシ、斧、クワ、剣の5つを、あ、剣か、はいはい、なるほどね。じゃあ石12個あ割といけそうだな。ただ石掘る時間あるからな。確かに確かに確かに、掘る時間はもでも剥き出しになってる石があるから、そうね、掘る必要はないよ。2分半、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 ちょっと、いや、3分いっちゃっていいんじゃない。だって俺らライフポイントまだ8分なんだよ。まあ確かに無駄に、まあ、3分は余裕な気がするけどな。そう、でも余裕でいっていいと思う。最後のさ、3人のお題がちょっと正直よく分かってないから。確かに、まあ確かに確かに確かに、3分いっちゃっていいと思うよ。3分でいく。ちょっと RTA だと思って全力でやってみるわ。 OK、 オッケー、オッケー、行ってこよう。ら3分で、3分でいきます。よっしゃ、3分で、では点灯を祈ります。お願いします。おさる、これゲームパスに当たんないようにね。ゴー、オッケー、オッケー、ついてこい。さあ、大丈夫、落下大丈夫、大丈夫、落下死んだら思うけどな。落下死んだらやばい。いや、なんて2回ぐらい死んでも今であるよ。さあ、残り3分ですからね。あ、これ思ったより早く、結構いけそう。でも早いだ。いや、いけると思う、いけると思う。オッケー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 。まあまあ、ここで大原の命がさ、落とされて、帰宅部3人ミッションが大原なしでいくっていうのはちょっと考えられないからね。ああ、そっか。ここは行っときたいところ。オッケー、さあ、木を取って、木を取ってさ、悩んでいるよ、俺。悩んではねえな。悩んではないか。棒立ちしてるから、俺の画面だとね。まあまあまあ。あの、クラフトします。死ぬほど、死ぬほど動いてる。さあ、いいよ。あ、でも木が足んねえなこれ。3つ取ったら、なるほど、木が足りないことに気づく。石つる橋で、いいね、いいね、いいね。どうせ1分計算。いや、これ2分で十分だったな。マジで。多分念のためよ。石9個、石9個。さあ、ここで木がちょっと足りなくなりますか。さあ、どうだ。よいしょ。まあ、どうせ3分もあるもんな。まああとあと2分ちょいあるからね。まあ2分ちょいはね、1分ちょいでしょ今。1分半ぐらいあと。ちょっと透明の木を取るとかして余裕を見せて。おーおー。大丈夫か、クリーパーに爆発がされんなよ。確かにそれ危ないな。クリーパーいいのこれ。いや、いないけど。さあ、じゃあこのシャベルでここ。オッケー。オッケーオッケーオッケー。剣も剣も作った、剣も。でも作った作った。オッケー。オッケー、ナイス。今何分ですか？多分間もなく2分。おお。お帰り。おお、お帰り。ギリだったな。2分だな。2分。うん。そうだね。まあでも2分でやってたらさ、ちょっとヒヤヒヤすぎたよね。さすがにね。ちょっと出ちゃうね。おい。ゴミが。おお、ゴミ捨てんなゴミ。いや、ちゃんとわしは5種類の提出するだけない。それな。骨肉持ってるけど。オッケー、じゃあまずは1人ずつはクリアしたと。クリアだね、オッケー。はい。あ、ということで、残り帰宅部の持ち時間は5分となります。オッケー、結構残せたね。結構ある5分。結構でかい。3人用のミッションは1から3の3つご用意しております。ああ、それそれもランダム。うわー、そういうことか、ランダム要素や。お好きな番号を相談して決めてください。リーダー、ちなみに1つは5分ではちょっと厳しいんじゃないかというのが残ってますので、まあそのドボンを引かないように。残り2つであればまあなんとかなるんではないかというもの。なるほどね、なるほど。どうします、そのエンドラトーマスとかあったら。それはね、この企画ボツで絶対無理。まあ1から3ということでございますが、どうするよ。まあやっぱりね、帰宅部ってやっぱり3人じゃないですか。めっちゃ安直。3番でしょやっぱりここは。いや、俺もうリーダーが言うんだったらそれはそうよ。そうでしょ、うん、それはそう、それはそう。大原先生どうすか、やっぱ運命の数字3。あ、俺だったらナンバーワン取るために1位やったな。うわー、なるほどね。じゃあ大体さ、最終決定を。じゃあ2でお願いします。はい、どうぞ。それではイノタンさん、はい、2番お願いします。2番お願いします。2番のお題、はい、こちらになります。なんだ、おーおー、待って、アイアンゴール、アイアンゴール見た、アイアンゴール見た、いたいた、いや確実にいるはず、確実にいるはず。オッケーオッケーオッケー。
これはかなり当たり引いたんじゃない？うんうん。ちなみに、まあ、5分間、5分後にこの扉は閉ざされるが、5分以内に帰ってこれなかったものは失格となるので気をつけたな。なるほどね、全員で帰ってくるんだね、そしたらね。みんなでね。はい、はい。いや、これもうさ、帰宅もちょっと強すぎるな。敷きもいいしな。水バケツなんてもう一瞬よ。RPA から。最高か。うん。当たりでしょうな。当たりだと思う。かなり当たり。では、健闘を祈る。はーい。はーい。それあのあれ持ってるよ、砂3つ持ってるよ、タイタイあげますよ、砂。いえ、あ、砂3つね、ありがとうございます。うん、もう連携が、連携しっかりしてるから、こっちとら。はいはいはい。オッケー、さあ、タイタイどこいる？あ、いたいた、いたいるやん、普通に。ゴレちゃんいる？ゴレちゃんいる、ゴレちゃん。じゃあ今、ちょっとあの木だけ持っていくわ。オッケー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 。どこにいる？あ、上か。このね、上にいる、でもね、なんかね、いやらしい位置にいんだよな。やらしいね。あ、いやらしい、ついんだよ。うん、そう、キヨケさん頑張って先落として。じゃあ俺一回、まあキヨケさん、俺そこでやりたい。キヨケさん、俺のことタイタイ、タイタイ、行ってくれ。君が登タイタイ、行ってくれ、タイタイ、行ってくれ、タイタイ、行ってくれ。タイタイだって鉄の石のもの持ってるのに。うん、頑張れ。どうだ、まあ、あ、いた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 、あれ、いや、ついてきてない、ついてきてない。タイタなんか斧持ってんだよ。え？はい。え？これは、ああなるほど。召喚されたやつだ。なるほどね。なるほどね、そういうことか。殴れ殴れ殴れ、なんだこれ。なんだこれ、ありがたい、これありがたい、逆にありがたい。ありがたい、ありがたい。落とした落とした、なんか落とした。鉄は出るから。鉄すごすぎる。オッケー。待って、俺何もしてねえ今回。アイク戻るぞ、アイク戻るぞ。戻ろ。俺何もしてねえ、マジで。マジで。救急さん、早く帰れ。救急さん、救急さん、救急さん。あ？ほら、水汲んで。あ、水汲んで、水汲んで。おー取れ高や。取れ高や。俺の活躍のままありがとう。2分経過。2分や、でも2分経過したんか、なんだかんだ。アーマーかかる、おーっと。あ、じゃあ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 。はい、もう来たくない来たくない来たくない、しゃしゃしゃい、いいね、いいの聞いたね。これはかなり余裕だよ。舐められてんな俺たち。ねえ、余裕も余裕よ。当たりお題引いたらもうこれだからな。ちょっとさっき危ないシーンもあったのにね。さあ、レッツゴー。あちょっ、取れまーす、取れまーす。はい、おかえりなさいませ。レディー、いや、よかったね。だから俺らのやっぱりこう培ってきた、やっぱりね、これリレーだから、これは大事だよ、これは。お疲れ様でした。いや、ちょっと井ノ端さん、本日あれじゃないですか、ちょっと帰宅部ちょっとこれクリアできるかなみたいになってたけど、ちょっとダメ、ちょっと若干舐めてたんじゃないですか、井ノ端さん。あー、まあちょっとお題の引かれしまいましたね。あー、待って、逆に残ってたお題聞きたいかも。確かに確かに。最後がレンガブロック、うわ、レンガブロック、なるほど。そして3番が金インゴット、はい、うわー、これ無理やな。引きが良かったな。もう金インゴット、金、まあなんか洞窟、洞窟5分で行って掘り当てて帰ってくるというのはちょっと厳しかったんではないか。まあ確かに、なんかそれがさっき言ってた難しい。夜間とダメだしね。運も良かったし、結構スムーズに行けたってだったね、今回。でもドボンのお題を引かずに。おお。まあね、井ノ端さんね、この帰宅部、うん、まあね、見てもらった通り、まあ強敵だと思うんでね、井ノさんからしてね。次回、ドボン2つにしたいと思いまーす。ほら、煽るから。煽ってしまった、煽ってしまった。頼むよ。煽ってしまった。仲良くね。